でもね、この前韓国じゃない、普通に道歩いてたらね、缶の炭酸水を見つけたの。缶に入ったサイダーを見つけたんですよ。普通瓶じゃんサイダーって。でも缶に入ったサイダーを見つけて、めっちゃで暑かったから買ったのね。それでいちごとお仕事帰りに歩いてて、たまたま自動販売機で缶のサイダーが売ってて買ったの。そしたらなんかいちごが、なんかもうひーたんが缶の飲み物を持ってると、なんかもう全部お酒に見えるみたいなこと言い出して、でしかも私はそれを見ながら、そのあれを飲みながら街を歩いてたんですね、広島の。だからファンの方に見られたらどうしようと思ったけど、まあちゃんと、まあまあでもちゃんとサイダーだからそういいやと思ってだしなんか飲んじゃいけない年じゃないから、私はだからなんかもういいやと思って。こんばんは。きちゃんナイクル楽しかったよね。そうナイトクルージングが本当に楽しくって、本当に楽しかった。また参加したい。私はぜひボリューム4ぐらいで参加したい。もう本当に楽しかった。ナイトクルージング、いい写真撮れた。本当にブサイクじゃないありがとう。そうてかもう本当に楽しかったの。なんか超夏って感じだった。てかまずそもそも船に乗ったのが本当に何年かぶりで、マジで楽しかった。ジュースですよ。お酒語ったから。お酒じゃないの。でもおちごが、そのひーたんが関係の飲み物を飲んでたら全部お酒に見えるよっていう、見えちゃうみたいなことを言った。18だと思ってた。18は結構前ですクルージング何したの。いろいろしたよ。これはもう来てないから教えない。意地悪すぎ。さすがに意地悪すぎ。今日はね、あのね、今日ナイトクルージングは何をするかと言いますと、まあ、まずファンの皆さんと一緒に船の旅、海の船の旅をするんですね。でなんか私は今日は屋外の船の上でなんかコーンホールっていう、なんか外国のなんか外国では結構有名、コーンホールって調べていただいたら分かると思うんですけど、すごいあの結構有名なあれで、なんかそういうあれをして、ちょっと私新たな能力を発揮しちゃったというか、このコーンホールで。なんかちっちゃい穴に入れるんですよ、コーンホール、コーンの種がいっぱい入った袋を。私ちょっとそこで才能を発揮しちゃったっていうか、そう、これはもうでも来てない方にはちょっと分かんないかもしれないんですけど、でその後 DJ パーティーしてノリノリで踊ってみたいな、楽しかった。そうかない、でもね夏バテじゃな、夏バテをね、あのね夜だからナイトクルージングって。そうだからあの私も暑いだろうなと思ってたけど、そのよ海風っていうの、海風夜だし涼しい、なんかまあ割と今日が涼しかったのかな、わかんないけど今日が涼しかっただけなのか、すごい涼しくて、そう夏バテ私も感じてたけど、今日はもう吹っ飛んだ、吹っ飛んだっていうか、その夏バテするほど暑くなかったから。ナイクルね行きたかった。来てまた、あっきもサインもね、よかった。本当に瀬戸内ならではの、明日早起きしてる、待ってるな、はるさん、教室やったら恋に落ちて困る恋に落ちて困る、恋に落ちては困らないよ。気象だけそう引いたよ。嫌だ、マネージャーさんに怒られるよ。マネージャーさんに怒られるよ。お酒飲んで歩いてたら、あ、ちょっと待って、誰だ、ほっしー、ありがとう、嬉しい嬉しい、ほっしー、ありがとう、ありがとう。ごめん、ちゃんとまたお礼するね。ちょっといろいろ
バタバタしてて本当にありがとう欲しい。ごめんねサインボール本当に。盛大にじられた。くまるばばこんばんは。コーンホール、そう、ヒーターのタイタニックできるなら行く。タイタニックできるっけ今日。みんな今日来てくれた方かわいいですね。ありがとうロンリーボーイさん。グリさんこんばんは。いくごぴょんぴょんさん、初見じゃないでしょ。いくぴょんさんかわいいですね。ありがとう。やはやはさん元気も見せ、能力発揮しね、本当にコーンホールね能力発揮しちゃった。コンホール日本代表になっちゃう。え、なれるよね今日。コンホール、私のコンホール見てくださった方なら、すごい、俺の嫁、俺の嫁、誰だ誰だ誰だ、上間上間、俺の嫁俺の嫁。嬉しい嬉しい、ごめん。そう今日ね、今日来てくださった方分かるんですけど、コンホールめちゃくちゃ才能あって、本当にありえないぐらいコンホールの才能があったんですよ。え、ぜひともアメリカに行って参戦したい私は。アメリカに、アメリカ前、アメリカの、アメリカだったっけな、どっかアメリカかどっかの外国にあるらしいんだけど、私本当に日本代表だから、そう今日もどうでしたかみたいな感想で、え、なんかアイドルよりこっち極めようかなって思いましたみたいな感想で言ったんだけども、本当に私入れ、そうすごいね。そうだ、名前変えました。コンホールのヒーターもプロだった。船たくさん、そう船たくさん揺れたよね。船酔い大丈夫だったゆきちゃん。コンホールすごいよね姫の、本当にプロだと思う。あれ初めてやったんだよ今日、練習とかしてなくて。それでさ、あれはもう才能だよね。わかんない、何なんだろうあれ、コツ何なのとか聞かれてももうねわかんない。クルージングね、汗対策したよ、楽しかった、星ありがとう。なんかかわいい感じです。ヒーターに酔っちゃいそうだよ、多分酔うよ、私に酔うよ、だから来て。ヒーター今日ねえ、ビンゴの神さんありがとう。また明日会えるのかな。イシちゃんこんばんは。ポニャさんこんばんは。タイタニック今日メロン食えなかった、ごめんね。会えるとねえ、ひなちゃん気をつけて来てね。地震怖いよね最近、ちょっと地震が多めでね、怖いよねひなちゃん。でも無理しないでね、命が一番。あさってね、お風呂とご飯行ってきます。やらしちゃい、ありがとうね本当に、遅い時間まで楽しかった。てるいさんなんだよね、パイパニパイパニックって何それ。あやちゃん、あやさん、あやちゃんこんばんは。お疲れ様でした。あすーさん、オリンピック種目にならなさそう。うん、どうなんだろうね、ドッジボール以外にね、そう才能があったのかもしれない。すごくない、私コーンホールの、コーンホールさ絶対日本代表の気がする、いける気が、私選ばれる気がする。本当にあれはマジで、あのね、最初は入らなかったの。2回目の暗くなって入れ替えした時に、入れ替えした時に入れたの。目の前のとか俺の夢ウェーマンかコーンホール、そうプロのあれがあるの。ちょっとなんか妹さんあたりで妹テレビの企画とかでコーンホールできないかな妹アメリカまで行かないかな、コーンホール大会みたいな。そういえば見て、干物ゲットした、干物ゲットしたんだ。美味しそうでしょ、お酒飲みの皆さんにはぴったしなあれなんじゃないですか。干物を見せるアイドル、干物ですこれ、楽しみに食べるの。トッペさん、ゆうなんとのひそひそ話、え、してないよ。あのね、ひそひそってしてただけ、あれこそ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 してただけ。ふくん、ひとんガチで可愛かった、本当ありがとう。てか見てくね、ありがとう。写真撮ったよ。多分そう、コントロール、てかえ、コントロールなのかなあれ、なんか距離なんて言うんだろうあれ、なんかもう感覚なんかもうやばいよね、調子乗ってるみたい。感覚でメルメルに言わせてくださいオッケー、
確かに今日バチバチに決まってて世辞顔だから酔っちゃうわ。いや世辞顔ではないでしょ、世辞顔ではない3日連続で会えるなんてもはやわしの夢。いやそれな、本当に本当にそれな、わしの夢ちゃう、それはもう。てか今日ね、ごめん、世辞顔で思い出したんだけど、昔本当に初期のアーシャあるじゃん、初期のあのヤバいアーシャ、私の黒歴史アーシャがあるじゃん。黒歴史アーシャがね、まあ、事務所に飾られてるわけよ、あの白 T 黒歴史モアイ像アーシャが、私のねもう本当にあれを超える、この私アイドル界であのあれを超えるアーシャはないと思ってるの。アイドル、この世にたくさんアイドルがいると思うんですね。その中でも私のあの初期のあの白 T のアーシャを超えるのは誰もいないと思ってて、それぐらいちょっとやばいんですけど、それが事務所に貼られてあるんですよ。なぜか、なぜかというか、まあ、恥ずかしいことに、お恥ずかしいことに。でもなんかまあ今となってはこんだけ今ネタにしてて、ネタにしてるからなんかもう生誕 T にしちゃおっかなみたいな私はまだ生誕 T 作れないですけど、初めての生誕 T、まあ、いつ昇格するかもわかんないし、わかんないけど、こう今日ゆうなんがそれを見て、違うの、そもそも私がなんかまあこれはこれでいい思い出だなみたいなことを言ったんですよ。なんかまあブサイクだけど、まあこれはこれでいい思い出だなみたいな、なんか垢抜けてたねって言えば、言われればいいしみたいな感じで、いい思い出だねみたいな感じでなればいいかなと思って、だから私は卒業するときにこれをグッズにするみたいなこと言ってたらゆうなんが、え、生誕 T にしたらみたいなあれドーンってさ、真ん中に来た生誕 T、 みんな来たいと思う、来たいっていう、来たい来たいって思うなら全然それにするよ、別に私は。勝手にかもね、妹さんの突然その大会どなたから、どなたからでしょう。最近そうなの、明日メロクル、カラーボールパシッと直球できてスピードにビビったでもさ、キャッチしてたよね、私。そうシュッてキャッチしてたよね、あれ、あのさ、小ささのボールをさキャッチする、私のコントロール力か、ここにここにここに、ちょうどここに投げたんだよね私が。何枚出しがおすすめなんだろう、え、何枚出しがおすすめなんだろう、縁日って。え、でもえ、わかんない、何枚出しがおすすめなんだろう、わかんないけど楽しいただただ楽しい。まあやばいよね、やばいよねとっちゃんもやさん、まあてんてんてん、やばいよねやばい、あれは本当にやばかった。違うの、てかそもそも聞いて、多分みんな言ってると思うんだけど、あれがアーシャになるなんて思わなかったの。なんか合格します、オーディション合格しました、なんか説明があるんで後日お話、あ、後日来てくださいっていう手で、で写真は確かに撮るって言われてたの、ただアーティスト写真とは言われてないから、なんかすっごいメイクしたし、すっごい髪型、すごい前髪だし、あれなんかとりあえず写真撮るのかなと思って、なんかただただ私なんか名前を、顔と名前を一致させるために写真を撮るのかなみたいな感じで思って行ったんですね。そしたらなんかなぜかっていうか、まさかのアーシャになってて、えみたいな。そう、まあいいけどね、私はなんか私思うの、なんかまあ確かにね、アーシャとかってすごく大事だと思うんですよ。他の何だろう、新規の方が見た時にやっぱアーシャで決まる、アーシャで決まるって言ったらあれなんですけど、やっぱりパッと見目に入るのってアーシャじゃないですか。そうけど、実際なんかアーシャより実際あった方が可愛くねみたいな、でもいいかなと思って、私はね。そうだから、めっちゃ来たい、めっちゃ来たいって、なんかもう作ってそうだけどね、平手じゃ。豆サラダ、歌舞伎メイク、いや歌舞伎メイクティーはね、歌舞伎別に、歌舞伎は別に、すごかった、あれすごいかな、なんでやねん
そう着る自信ある、本当に言ったからね、え、みんな絶対言ったからね、てか哲司さん言ったからね。ジャッキーさん対戦ありがとうございました。ヒタンさん強すぎました。何強すぎましたって、何があれか、コンホールだよね、強かったでしょ、やばいでしょ、私あれエケペ、いやあのね、2期生オーディションの時もなんだかんだやばいんですよね。でも今のこの3期生その加入した時のアーシャが一番やばいと思う、あれ本当に。アフロさんリンゴジュース飲んでます、え、かわいいてか報告やばい報告やばい、確かに。でもお酒飲んだらね、明日に支障出ちゃうしね。今日は皆さんジュースで我慢しましょう、ソフトリでっていう上まま飲んでんじゃないの。はるかさんヒッタン HK のりさん本物見て可愛いってなるから、アーシャは写真写ればいいって聞いたよ。そう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 、それ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 、そういうこと、そういうこと、そういうことですよ、そういうことを言いたいんですよ私は。なんか変な前髪があるここに、まあいいよ。てか潮風に当たって前髪が。楽しんでね、楽しむ、お仕事頑張ってね。玉川サンダさんこんばんは、こんばんは。作ってても公式のやつ着たいじゃん、まあ確かにね、公式のやつ着たいって思うよね。どうしよう、でもさ初めての生誕 T だよ、まだまだいつ作るかもわかんないのに生誕 T。 なんかみんな今さ3期の作ってるから作ってるじゃん生誕 T を。そうだからいいなーって思いつつも、私がいざ作らせていただけるようになった時に、私本当にめちゃくちゃ 絵とか苦手だから、てか絵とかそのデザイン性デザイン力っていうものがないから、どういうものにしようっていうのをすごくもう今から練っとかないと、いざ生誕いつわかんないじゃん、もしかしたらもう研究生でも作らせていただけるかもしれないし、このまだこういうわかんない、こう改訂されるかわかんないけど、まあまあそれはないかもしれないけど、まだわかんないじゃん、いつ来てもいいように。私はどんな生誕 T を作ろうって思ってるんですけど、でも初めてだよ、初めてのさ生誕 T をさ、あの写真ドーンでいいのか。私的にはなんか絶対ライブでしか着れないだろうこんな服みたいな T シャツにしたいんですよ。私に会う時にしかこんなん着れないだろう、てかライブ終わったらすぐ脱がないともう恥ずかしいだろうみたいな感じの服を作りたいんですよ。生誕 T を作りたいなって考えてて、なんか全身全部ラメにするとか、 T シャツ全部ラメ貼り付けるみたいな、ストーンか、ストーンを貼り付けるみたいな、私がキラキラ好きだから。そう深夜足からやっとねやめたね。確かにショールームオーディション見てみたかった、猫かぶってるから面白くないかも。作りますか、作ろっかなカイツさんこんばんは、コーラさんなんだよね。え、谷口真ひなさん、これうわ待って真ひなさんがいる、やってキュン、真ひなさん、真ひなさんラブ、真ひなさんに会いたい、え、これ真ひなさんだよね、これ真ひなさんラブ、真ひなさんラブ、真ひなさんに会いたい、真ひなさんに会いたい、真ひなさん大好き、え、これ真ひなさんだよね本当に、 ST 吠えていた、ほらだって絶対そうだよ、絶対そうだよ、え、真ひなさん嬉しい、見に来てくださって嬉しい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 、大好き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 、マヒナさん大好き、マヒナさん大好き、マヒナさん、マヒナさん大好き、マヒナさん大好き、いつごより絶対好きな自信がある、マヒナさんに会えるんだ明日マヒナさんに会えるの明日楽しみ、見てありがとうクレモさん、だってさっきもひなさんからねコメント来てた気がする、手が当たった、ひっそり見てたのに、だってかひっそり見ないでください、もうどんどんどしどしコメント、どしどしコメントコメントしてください、
てか姫野ともコラボしてください。なんでいちごとコラボしたんですか。姫野ともいつかコラボしましょう嬉しい、まひなさんが見てくれてる。姫野のお姉ちゃん、もうお姉ちゃんになってほしい、お姉ちゃんになってほしい。あと一生 ST に行ってほしい。私が私より先に辞めないでほしい。本当に私より先に辞めないでください。まひなさんお願いします。絶対絶対姫野それか一緒に一緒に卒業したいぐらいまひなさんがいなきゃ生きていけない。 SDU に入れないそれぐらいまひなさんが大好き。そう嬉しい、すべって書いてあるリオツンさんみたいに癖強い。でもあれ可愛い、リオさんの生誕っていうなんか公式キャラクターがいるのいいよね。なんかわかる、あずみんさんとかだったら何角切りパインさんみたいな、とかリオツンさんだったらあのゴリオパワーみたいな感じのゴリラの絵だったりとか、くるくるさんだったらくるくるさんとあのコロちゃんっていうのかな、なんか公式のこのキャラクターがいるのいいなって思う。アナさんとかさ、オリコさん、オリコちゃんとかさ、みんな私も考えようかな公式キャラクター。まひなさんに嫉妬大好きなの、まひなさんが。まひなさんがいなくなったら姫野もいなくなるぐらいまひなさん愛してる。大好き、まひなさん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 大好き。まひなさん明日何時間目なんだろう、いるかな。いや会える気がする、絶対会える気がする。最近ね、みひなさんを見つけたら最近ねとかで、いつからなんだろう。私はでもお仕事で一緒になった日、初めてお仕事なんか一緒になった日からもうみひなさんに一目惚れして、もう見つけたたんびにってそう言って、優しいの、まひなさんってすごく、すごくごめんね、ずっと言ってみんなのコメント無視して、まひなさん相方って全然怖くない、怖くないってか舐めてるとかじゃなくって、本当に舐めてるとかそんなんとかじゃなくって、なんかもうなんか何でもうちなんか話したくなるってか、なんかなんだかなんか相談とかも乗ってくれるんですよ、まひなさんって。相談も乗ってくれるし、なんかなんだろう、かっこいいんですよ生き方が。なんか誰にもなんて言うんだろう、誰にもこびないって言ったら、なんかなんどう褒めればいいか分かんないんだけど、まあ、でもこれ見てなかったら、見てたら恥ずかしいよね、見てたらすごい恥ずかしいんだけど、まひなさんがなんかかっこいいの、すごく生き方が。そうだし、みんな知ってる？これ言っていいのかな？言っていいのか分かんないけど、あのね、まひなさんってねすごいんだよ。あのねすごいっていうか、なんか人として人間としてすごくって、これはもうまひなさんに「もうなんで言ったの？」って言われたら、まあ、その時は「すいません」って謝るんだけど、なんか7周年ツアーで出させてもらったじゃないですか、3期生も。その時に広島公演、わかんない、なんか出させてもらったじゃん、3期生も。その時になんか私は隣じゃなかったの、かすみんがその時まひなさんの隣にいたのかな、まひなさんの隣にいて、最後のあのありがとう、マイクを使わず声だけでありがみんなで手つないでさ、ありがとうございましたみたいなでお礼するじゃん、ありがとうございましたって。そしたらなんかまひなさんはなんかこうお辞儀して、もうなんかありがとうございましたって、その分かる、このみんな想像してなんて言えばいいの、あれなんかかすみんはそれでハッてなったらしい、なんかすごいって、まひなさんってすごいってなったらしい。分かる、このさ絶対みんなには聞こえてないんですよ、絶対皆さんには届いてないのに、まひなさんはこうお礼した時にありがとうございました、ありがとうございましたってみんなお礼するけど、そのなんかありがとうございましたって
えー、なんて言えばいいの、なん伝わってんだから、みんな手つないでさ、こう最後お辞儀するじゃん。その時になんか絶対みんなにはなんかすごくなんか丁寧にありがとうございます、もう本当に気持ちのこもったありがとうございますを絶対みんなに聞こえてないんだけど、なんか言ってたらしくって、かすみんからその話を聞いて、なんかもうまひなさんってすごいって思ったっていう、かすみんからその話を聞いて、もう私はもう号泣というかすごいすごい、もう本当になんかすごいすごい、なんか人間としてすごい、なんか尊敬したい部分がたくさんある。だから私もなんか僕隊、なんか私はそれを聞いてから私もしようっていう考えになって、そうなんか僕隊の時とか、あのありがとうございましたって最後挨拶するじゃん、みんなで手つないで、そのお礼した後にお礼しても下向いてありがとうございましたってそう言うんですよ。これはもうまひなさんが教えてくださったことです。もうねすごい、あれはもうなんか感動した。そうツーショットで手が当たったって怒られてたねそう卵はあれはうどん屋さんにね卵の天ぷらがあるじゃんみんな。でなんかまひなさんといちごとなんかうどんの話をして、なんか絶対になんかあひめながもうひめながご了承したんですよ、もう卵の天ぷら食べてくださいみたいな、まあ、いちごもご了承してたの多分美味しいよねみたいな話になって、いちごと二人で、でひめなもう絶対買うんですよ卵の天ぷら、うどん屋さんに行ったら。そうでまひなさんにが食べたことないって言ってたから、えもう絶対食べてみてくださいって言って、多分あのそうそういうことです、食べてくださいって言って、姫のだから姫とかあり角切りパイン、そう角切りん角切り角刈り角刈りパインさん、角刈りパインさん、角刈りパインさん、そう昨日 STU のライブがサマステであったんだけど、サマステのドラえもんスポット行きたい、ドラえもんスポット行きたい、なんか大量にあるやつでしょドラえもんが、確かに可愛いよねあれ。そうなんかこの前何テレビ朝日の方とそう仕事を一緒する機会があって、そうご一緒する機会があって、でなんかドラえもんの設置だけでも私手伝わせてくださいみたいなこと言った気がする。4時間目じゃあ私いるよね、いるよねっていうか、まあ、絶対いるんだけどね私明日これさめっちゃさまひなさんのこと語ってたけどさ、まひなさんもうさ見てなかったらどうしよう、めっちゃ恥ずかしくない聞いて聞いるいる、まひなさんが見てくれてる体で話してるからさめっちゃもうまひなさん出ていっちゃったらどうしよう。そう最後の最後までお礼してたの、かっこよくない、なんかなんかすごいって思って、うんすごかった。リンゴジュースなんで可愛いって褒めてもらって、いやいや可愛いでしょリンゴジュースだってお酒が飲みたい年頃じゃないの、年頃お酒が飲みたい年頃というかなんかこういうさイベント後のお酒みんな飲んでるじゃん、その中でリンゴジュースってまあ明日もあるしね、令和の中森明菜さんですねまひなさん魔法使いなんです、間違いない、まひなさん魔法使いなんです。キッシュお疲れ様、ヒータのぶっ飛んでる、ぶっ飛んでるか、ヒメのぶっ飛んではないけど、団長は小さな舌打ちしたからしてないって私そんなことも私してないから、でもなんかわかるこのさ絶対聞こえてないんだよ、ファンの皆さんには。それでもこうお辞儀した時に下向いてありがとうございますって言ってたで、カスミンが聞いてそれを隣で聞いてて、カスミンはすごい
すごく感動してたの、かすみんが。もうだから私にそこを伝えてきてくれ、伝えてきてくれてっていうか、やばい、引いたみたいな、まひなさんすごいっていう話をして、自分もやろうかなとか言ってたよあれからやったのかは知らないよ、やったのかは知らないけど、もう自分もあれやろうかなみたいな。ただ姫のはその話を聞いてからやるようにしてる。まあ耳を澄ましたら聞こえるんじゃない。今度僕隊入る方は聞いてみてください、私のこのお辞儀した後のありがとうございましたみたいな。美味しいよね、23時半ありがとう。卵の天ぷらって美味しいんだよ実は。私はねもう知った日から、いやもうあれを買わない日はない。皆さんといつか高級薬についてじっくり話をしたい。高級薬についてじっくり話をしてみてください。でも皆さんはもうプロだからついていけるかな。でもじゃあかわいい、ありがとう。ウーマンさんが中枢でくっついて嬉しそうだったよ。そうくっついたもんね怒られてたけど怒られた、怒られてすごく気まずかった、やばい怒られてると思って勧めたもの食べてくれるの嬉しい。てかなんか会話をねちゃんと覚えてくれてるのが嬉しい。そういうとこです、まひなさんのこういうところが好きなんです、こういうところが好きなんです。まひなさんのなんかもう人としてすごい、なんか私あんまりなんかわかる、なんかさこの人なんて言えばいいんだよ、なんて言えばいいんだろう、なんかあんまり人に動かされたことがなかったのね人生で。今まで生きてきて22年間生きてきて、なんか人に動かされたことがなかったの。人の何か、人の言動とか人の、ま、行動とかで別になんか私はそういうのになんか影響っていうものを受けてこなかったの、どんなに有名人でも。でもなんか、ま、アイドルになってステージに入って、ま、いろんなさことがあるわけじゃん、悩みとかもいろいろ出てくるわけで、でなんか、ま、お仕事で実際に一緒になって、もうまひなさんのこの包容力、話す、もうなんかちょっと一旦さまひなさんとみんなお話ししてみて、まひなさんのお話し会の宣伝、一旦さまひなさんとお話ししてごらん。もうね虜よ虜。なんかもうあんなに話す、ちょっと話と、そんなお仕事もさ何十時間一緒にいたわけでもないのに、けどたった数時間でもそのまひなさんの人柄っていうものが、なんかまひなさんの愛を語る会みたいな、なんかもう分かるの。そう、てかそれってすごくない、この短時間の、なんかさなんか人どういう人かってさ、すごい会っているうちに会っていくうちに、あこの人はこういう人なんだなっていうのが分かっていくじゃん。もうまひなさんはそのたった数時間でなんか分かる、この言いたいこと、私のだから私はすごい、あこのなんか先輩に、このまひなさんにはなんかこういう悩みも話せるかもみたいな、こういうなんか誰に相談したらいいか分かんないこの悩みをまひなさんになら話せるかもみたいな感じな気持ちになったし、なんかもっと私自身、私がまひなさんのこと知りたいってなってから、もう見つけるたんびにってなって、そう言っちゃうんですよね、仲良くなりたいから。まひなさんのことも知りたいし、姫野のことも知ってほしいみたいな愛強すぎなんです。私のことも知ってほしいし、まひなさんのことも知りたいってやばくないかなりやばい、かなりやばいやつ、かなりやばいやつだよ。たまたま X 見に行ったら770いいねになった、本当に持ち込んだ、嬉しい。森瀬軍団の T シャツ着てた方が素敵だった、素敵だったいいよねあれ、可愛いし、ちゃんとペンライトカラーなんだよ。ヒゲジこんばんは、ヒクさんなんだよね、注目してて、僕隊で耳を澄まして聞いて、本当に本当に耳を澄まして聞いて、あれはまひなさんがやってることを私はそう、あの真似させてもらいました。なんかいいことは真似していこうと思って、
でもひなさん真似したい、真似したいって感じ。卵の天ぷら難しいの？そう、みなさんはねメンバー全員と仲良くなれる。確かに紅生姜天は食べたことないかも。紅生姜天は人がされて嬉しいこと分かってるよな。森瀬わしが勧めたもん。絶対いやいや、ものによるよ。そんな、なんかさ、なんか虫紹介されても私食べないけどね。僕が僕じゃなくなる時のまひなさん、ちょっと好きです。ちょっと好きじゃなくて好きです、大好きですって書きましょう。光悦、光悦、光悦がある。嬉しい、なんかまひなさんが来てくれて嬉しい、嬉しいんだけど。昔複数人で話したことあるけど、コミュ力ありすぎて無限に会話つきそう。だしょとか言う必要になった。私でしょ、やばいの。まひなさんってすごいんだよ、はるかはるか想像以上に。ついていきたいと思える先輩。え、そう、本当についていきたいと思える先輩。てかついていきたいというか、まひなさんなんか、あ、こうさ、人に何かを言われて動くような人間じゃなかったから、私はすごいと思う。まあでもついていきたいと一緒か。そうなんです、まひなさんには一生ついていきたいんですよ。やめてもついていきたい。私がおばさんになってもついていきたい。おばさんになっても一緒に飲みたい。一緒に飲みたい、また一緒に飲みたいというか、まだ飲んだことないんですよ全然ね。急に宣伝、やばい。急に宣伝始まってた。ありがとう、だってまひなさんが嬉しい。まだ見て、え、じゃあ絶対全部聞いてくれてたじゃん、聞いてくれてたじゃん。聞いてくれてましたか、嬉しい。だからみんな一回、もう本当に一回まひなさんと話してみてください。もうやばいですから。でハードル上げちゃおう。迷惑後輩。迷惑後輩。でも本当だからまひなさん証明してやってください。本当に証明してやってください。もう何この後輩って感じですよね。めっちゃ迷惑後輩。迷惑後輩、勝手にお話し会のハードル上げてる。でもほら、でもだから絶対一回は言ってね、みんな今これを見てる人は。ひーたまひなさんみたいな先輩なりたい。でも私はさ、なんかまひなさんみたいになりたいけどなれない気がする。まひなさんみたいになりたいんだよ私だって、もちろん。けど実際後輩ができた時にこんなにまひなさんみたいに慕われるかって言われたら、そういう自信があまりない。あれはもうまひなさん、何なんだろうね、まひなさんのあの感じ、包容力という、いい、なんかすごいんだよね。私には持ってないものを持ちすぎてる。だから羨ましい。だから観察したいと思います、これからずっと。そう、僕タイラス上手の方かな、私は一番端っこ。こんばんは、こうしてカップさん39、ありがとう。哲司さん、さっきから時間教えてくれて。俺もまひなさんについていきたい。ついていこう、一緒に。ついていこう、本当に。もうね、最高だよ。団長のいいところは自分ではどこだと思いますか？どこなんだろう。なんとかなる精神で生きてるところ。いいことなのかな。いいことか分かんないな。自分のいいところ、顔が可愛いところとか。ワイワヒーターについていきたい。ストーカー。でもついてきて。てかね、あのね、絶対アイドルやめないでっていう曲あるじゃん、イコールラブさんの今最新シングルかな、絶対アイドルやめないで。私大好きなの、あれでずっと聞いてるんだけど、あれってさ、ほら
アイドルファンの皆さんがアイドル 私たちアイドルにこう伝えてくれてるようなもんじゃないですか、まあ、歌詞もそうだしもう題名もそうじゃん、絶対アイドルやめないでっていうのはもうファンの方の心境、心情、心境とか思いをさ歌詞にされてるわけじゃん、絶対アイドルやめないでって私は思うの。この自分アイドル側と私はじゃあ絶対好きでいてねみたいな、一生だからついてきてじゃあついてきて。ただ私はでもあれはすごい、あのあれはとか言って上から目線にならないようにしよう。なんかあの何すごい好き、あの歌詞もうマジで好き。リエチとねめっちゃバク語りした、絶対アイドルやめないでねについて。そうなんかリーチはなんか星は街じゃ輝けないっていうなんか歌詞が好きなのかなっていう。そうヒータのヒータのあのママ感ヒナちゃん、ママ感は多分あれママ感えヒナはマヤさんママ感ってよりかはお姉ちゃん感、お姉さん感。明日おやすみひなつん、気をつけてきてね、明日楽しみ会えるの。可愛いと自分で言ってます、嘘だよ冗談だよ、私のキャラを知ってる人はあの嘘だったら分かるはずです。ごめん、多分あんま知らない方も見てると思うから引いちゃったかもしれない、あのそういうキャラで言ってます、キャラで言ってますというか なんて言えばいいの、なんかそうそういうそういうそういうこういうキャラなんです。可愛いと自分で言ったか、サッシーさん、そうサッシーさんのサッシーさんが書いた歌詞、土原さんが書いた歌詞ですね。ちょっと聞いてきた、今日も可愛いよ、ありがとう嬉しい、ありがとう。しゅんすけさんこんばんは、重心が安定してるとこ、何重心が安定してることとこってどういうことそれ、それどういうこと、重心が安定してることってどういうこと。ゆなちゃん AKB グループでゆきりんさん公演まで行ってくる、いやでもね私でも改めて思う、ゆきりんさんってすごいなって、あの体力なんかは多分自分高校生で入ってたらもっと元気に動けてた、いろいろと。ただなんか年誕生日を迎えるたんびに年々なんか衰えてる気がするんだよね早すぎるこれは、私22歳なんだけど今なんか衰えてる感じがすごい、なんか高校生とかてかそうオールができなくなったの私は。オールってわかる、オールするって一晩中起きてること、オールじゃん、まあわかるかオールをができなくなったの私、これはもう私はすごい衰えたなって思う。なんかオールで何しても平気だったの、オールで学校行っても平気だったし、大学ね授業受けても平気だしだったし、なんかとにかく別にオールでどれ動くのが普通だ、普通ではない、普通ではそんな夜遊びしてないから、ね、オールただ家にいてもさずっとネットフリ見てたりとかさオールしちゃうじゃんなんだかんだ言って、でそれが今じゃできなくて、ハルピチーさんこんばんは、あんなあと10年、それな本当に10年って早くすぐだよね、長そうに見えてすぐだよ、あっという間だよね、絶対歌やめないでよ歌おうかな、そうオールしてたら昼間寝てないよ、オールしても次の日何か予定があったら一日起きてるし、ただその日の夜はめちゃくちゃ寝るめちゃくちゃ早い時間に寝る、そうでもオールができない体になったんだよね、なんかそれは私的にはなんかああ年取ったなーっていう、わかんない、仕事がこう今こういう仕事をしてるからなのかな、大学生の頃なんてもう授業受けるだけじゃん大学なんて、だからできるのかな、なんかてか頭使わないしね私勉強で授業中てか私が行ってる学科はまずそもそも頭使うことないんですよ、
喋ればいい話だから頭使うことがないから確かに疲れないのか。なんかさ、人間ってさ頭使ったら疲れるっていうね、頭使うことをしたら疲れるみたいな。だからか私ね、テスト終わって伏せたりしないんですよ、眠くならないから。なんかテスト頭いい人ってさ、テスト終わったらすぐ伏せて寝てない？なんか力尽きちゃうのかな、頭使ったら。私はもうホイ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 って書くからなんか頭を使わないんですよ。てか使ったら逆に分かんないから、もうホイ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 って思うままに書くんですよ。私が思った通りにテストは書いてきたんですけど、だから私眠くならないんですよテスト中。だからあんまり人生で伏せたことがないんですよ、テスト終わって早く終わってとか。でもなんか周り見たらなんか、え、みんな伏せてるから伏せようみたいな、空気読んで伏せようみたいな。だからこの先生、あの監視の先生とさ、なんか気まずいじゃん、監視の先生と2人なんか気まずいからさ。でも周り見たらなんかみんな伏せてると思って、なんか空気読んで伏せることはあるけど、あったけど、なんか別に私あなんか眠くならないのテスト中とか。あれは多分頭を使ってないからだよね、今思ったんだけど、多分そうだよねきっと。すごい変な感覚になってごめんね。やっぱそうなのかな、糖分使うからだよね一日に。あ、そう、私も損害でないと命削られてる今。命削られてたのを今まで、今取り戻してる修復してる、削られてる部分を。そう、2回ぐらいテスト間違いチェックして、あと時間暇だから寝てるんじゃないかな。あ、暇だから寝てるの私、ね、あ、暇だから寝てる。でもさ、暇だから伏せようみたいな考えにならなくて、私は外眺めてるんですよ私、テスト終わったらでか妄想してる、テスト終わったら妄想してた、授業学校の時とかは。なんかさ、今ここになんかナイフ持った人が入ってきたら私はこういうルートで逃げるとか一旦この子のバックで、バックを守り、この子のバックでこう縦にし、この子のバックを縦にしながら逃げるとか、なんかとか、なんかルート、なんかそういう妄想をしてた。今ここで入ってきた、犯人が入ってきたら私はこういうルートで絶対逃げようとか、いや、もし後ろのドアから入ってきたらそう前に行こうとか、なんかこういう変なことをしてたですよね、おっとホイホイって書いた割にはバズれんの凝ったボケ回答だったな。ボケ回答、凝ったボケた回答、凝ったボケ回答って何あれ。私本気であれ挑んだよ結構。みやちゃん久しぶり、キヤさんこんばんは。そう、トットちゃんって何、危機管理の、え、その危機管理能力、え、なんかそういう妄想するのが好きなの私。なんか授業中ね、てかテスト終わった時とかさ、なんかいや今ここになんかナイフ持った人が入ってきたら私はあそこを通って逃げるみたいな、そうとか、なんか謎に自分が殺人犯じゃない、そのナイフ持った人となんか戦、なんかみんなを守って、私がそう、なんか戦ってみんなを守るみたいな妄想もしてた。やばくないみんなを守るみたいな妄想してた、自分が主人公みたいな。忘れてないよ、少し前に病院が入って、病院に、何だろう、え、待って、わかるよ、長野芽衣さんのやつかな。本気で挑んだよあれ。てか時間大丈夫かな。団長は道で老人助けたら実は大富豪でみたいな妄想、え、したことあるよ、したことあるよというか、私ね、道で老人大富豪までは言わない、いかないか、大富豪まではいかないけど、なんかどこかの社長さんで、どうしよう、なんか
秘書になってくださいとか言われたら全然なるみたいな。そう、53分ありがとう。シミュレーションしてる。そう、ちょっとさ、不安定じゃないから今手で押さえてるんだけどさ、手も疲れた。もうカメンビオトって映画見たことある？うん？いや見たことない。うん？カメンビオト？長野芽郁さんのやつだよね。多分ないかな。なんか見ようと、あれ私何の映画と間違えてるんだろう。ごめん、なんかの映画と間違えてる。やばい、なんかの映画とごっちゃになってるんだけど、多分見たない長野芽郁さんのやつは。そう、すごい時間53、大丈夫だよね。だからまた、うん、何の話になって言いました。喋り、なんかいろんなことを喋りすぎてさ、分かんなくなっちゃった。そう、一旦ちょっと落ち着く、一旦ちょっと落ち着く。じゃあ13日駅様にまひなちゃん見に行こう。え、なんかね、違うの、その話で思い出した。なんかあれなんだっけ、福フェスあるじゃん、でまひなさん出るじゃん、それでなんかいちごも出るじゃん、あれ福フェス出演するじゃん。私でき、なんかずるいじゃん、なんかなんて言えばいいの、なんかいちごはさん、もう大大本命のさ、ナナさんに会えるわけで、そうだから、もうひなのってまひなさんに会いに福、まひなさんに会いに福フェス行くもんみたいな話して、そう、それで本当に福フェスヒータン来たらもうガチすぎみたいな話したことした気がする。明日はメールにたくさん送ります。明日漏れたらいいな、顔浴衣着るし盛りたいなって感じです。明日髪型何にしよう。私この髪型結構気に入ってんだよね。どう？でも浴衣にこれかみたいな感じなんですよね。浴衣って結構まとめ髪が多いじゃん、だから浴衣にこれかみたいな感じで今迷ってるの。じゃんけんの傾向は分かった。あれは違うよ、私はいろいろ出すからね、傾向とかないから。私は明日さ、妄想、明日の妄想とかもしれない。どうやって勝つ、もうどうやって勝つ、もう普通に楽しむ。特典ね、福フェスヒータン出てほしい。いつか出れるように頑張ります。そう、その髪型本当可愛いよね、可愛いよねっていうか。そう、今日何の髪型にしようってなって、ゆうなんが前してたやつを、そう見せた、メイクさんに。浴衣のヒータンメール待ってます。待ってて、ベリミをライバルし、ちょっと待って、ベリミやばい。そう、私もベリミって呼んでるの、ストロベリミって、たまにね、ベリミってライバル視し、でもさ、そうだよ、一番さ、ナナさんがいるじゃんね、欲張りじゃない。欲張りじゃない、なんかその髪型なんていうの、なんていうんだろう、これ三つ編み、三つ編み込みみたいな、三つ編み込みみたいな感じの。57分ありがとう。じゃあそろそろ壇上読みたいと思います。後ろでまとめてる髪型好きやな、後ろまとめ髪ね。広駅までたくさんありますかね。いや、あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。あると思います。あるよ絶対。見返り見返るんで幸せです、本当にこちらも幸せです。ってことでね、壇上を読みたいと思います。13位田中さんありがとうございます。12位たけしさんありがとうございます。11位くまでパパさんありがとうございます。
10位がハルさん、ありがとうございます。9位がクラッシーさん、ありがとうございます。8位が豊中のヒロさん、ありがとうございます。7位がてつじさん、ありがとうございます。6位が南光さん、ありがとうございます。5位がニョッキンミルンさん、ありがとうございます。4位がヒラリンハットさん、ありがとうございます。3位が温度のとっくんさん、ありがとうございます。2位がウヤマン、ウヤマンもありがとう、今日も来てくれて。1位がホッシー、ありがとう、ホッシーもタワー、そして今日も来てくれてありがとう。また明日会おうねってことで、明日お会いする方は楽しみましょう。はい、ありがとう。クラシーさん、お兄ちゃん、てつじさん、けいしきさん、ぐーさん、田中さん、お兄ちゃん、ありがとう。そう、三つ編みの途中までってことで、また明日お会いできる方は楽しみに待ってます。バイバーイ。今から爆睡します。爆睡タイムに入ります。バイバーイ、おやすみなさーい。ありがとう、来てくれて。おやすみなさーい。なんか消えない。バイバーイ。